ゆけもんです。今日もゆけもん通信やっていきたいと思います。はい、今日のねお話はっていうか今日の聞いてほしい出来事はね、あれって何だったんだろうなってね、ちょっと不思議なことがねあったんだよね。そのお話をねちょっと聞いてください。はい、あのねその日、時間で言ったら深夜というか午前の、3時とか4時前ぐらい、もうめっちゃ遅い時間だよね。だからに私パソコンに向かってなんかこうポチポチってなんか作業をしてたので、ねこうパソコンで作業してたらなんとなくさ、あの玄関の方に気配というか音を感じたんだよね。で私の部屋、私ってその部屋の隅にねパソコンを置いていて、でそこからすぐ廊下なんだよね。だからパソコン触りながらふって横見るともうすぐ廊下玄関って、あの割と玄関から距離が近い感じになるんだよね。だからあの玄関の外を誰かが歩いたりとかすると、まあ、なんとなく音がわかるので、その時もなんかパソコンいじってたらなんとなく玄関の方にもうあからさまな足音じゃないんだけど、まあ、そんなジャリッとかいうなんか足音とかそういうものでもないんだけど、なんとなくあ今なんか人が一歩か二歩歩いた感じの音がしたなみたいな。であれなんとなく私の玄関の前に人立ってるかなみたいな感じのがしたんだよね。だからもちろん玄関見るじゃない、うんみたいな。でそうやって玄関ね見てたら、玄関のねドアノブがねゆっくりこう回り出したの。えと思ってカッチャーってなんか玄関のドアノブが回ってるんだよね。でもちろんさ鍵かかってるから開かないんだけど、ドアカッチャー開かないでしょ。でまたカッチャーってなんか回すんだけど開かないと。でそっからシーンってなったの。あ、なんとなくもういなくなったっぽいなみたいな。でその時はあ、まあ隣の人がなんか間違えたんだろうなとかなんか思うようにしたんだろうね、多分心がね。あ、なんか隣の人が間違ったんだろうなみたいな感じでもうスッてなんかそのことスルーしたんだけど、でもなんか後になって考えれば考えるほど、いや隣の人が間違ったとしてそんなゆっくりドアノブ回すかなみたいなね。でじゃあ泥棒だったのかなとか考えたので、なんか泥棒の気持ちにもなってみたの。私が泥棒だったらみたいな、どこか入りやすい家はないかな、ここはどうかなみたいな、夜中をね散策してるゆきえもん泥棒を、思い描いてみた。あ、ここの家ちょっと入りやすそうかもしれない、周りからも見えづらいかもしれない、まあ、そんな見えづらい建物でもなんでもないんだけど、あ、ここにちょっと侵入してみようって思った時にもうね私想像してたんだけど、やっぱり家の電気がついてるかどうか確認するなと思って、自分が泥棒だったら入る家でまず夜中に部屋の明かりがついてたら、あ、絶対いるし起きてるからあのそこの家は狙わないじゃん。で私普通に電気つけてパソコンで作業してたから、あの部屋の窓から明かりめっちゃついてると思うんだよね。泥棒入るなら絶対そこ見ると思うの、まず電気がついてるかついてないかぐらい。だからえ電気がついてるしいるって分かってる上でなんかこうドアノブ回してたのかなみたいな。えなんでみたいな、なんでそんなことしたんだみたいな、えみたいなえ、それか何、幽霊だったの。いやでも幽霊はさドアすり抜けられそうじゃんみたいな。ええってなってるんだよね今そう、結局ねあれ何だったんだろうなって。それから別にまたドアノブが回ることはないんだけど、まあったらもう怖すぎだよねうん、あとねあの1個思い当たることとすれば、私たまにね部屋に鍵かき忘れたりするの
いやもうこれ完全に自分のミスというか自業自得なんだけど、私部屋に鍵をかけ忘れたりとかするから、なんならもう一回私の家に入ったことある人なんじゃないかなと思って、なんかここの家は鍵がかかってないことがあるって知ってるから、で電気も消し忘れてることとかあるって知ってて、また今夜もここの家空いてるかもしんない、どうだろうと思ってゆっくり開けてみようとしたのかなとか思ったんだよね。もう一回入ったことある人かもしれない、なんならみたいな。だからもう電気がついててもいない時あるしなとか、そういうことまで思ってたのかもしれないなって。そしたらまたね、泥棒、いやでもそんな 何か今まで盗まれてたりとかそんなことはしたことないんだけど、まあ、そんなお金目のものとかもないし、うん、あとね、あと一個思い当たることがあるとすれば、まあ、これは可能性が低いし大丈夫だと思うんだけど、私の家にね友達を泊めることってあるのね。でその遠くから来てくれる友達だから、その間はさ私の鍵をその友達に渡しとくので、私が家にね家開けなきゃいけないとかいない時でも、まあ、普通に出入りできるように、その私の家に滞在してる数日間はこの鍵付きに使ってねみたいな感じで友達に鍵渡しとくんだけど、私もすごいミスの多い人間なんだけど、やっぱ類は友を呼ぶっていうことで、その友達もまあまあなうっかりんこなんだよね。でもうねもうスーパーミラクルなうっかりを1回じゃないよ、なんか2回3回でやるんだけど、その子ね鍵をね鍵穴に刺したまま忘れていくの , 笑っちゃうでしょ、びっくりするでしょ。帰ってきたら、私が帰ってきたらその子鍵穴に鍵刺したままコンビニに行ってるとかそうだから鍵がね鍵穴に刺したまま放置されてる状態が何回かあるんだよね。でその間にあれこの家の人なんか鍵穴に鍵差しっぱで忘れていってるぞって、なんか悪い人がそれを目にしたとして、じゃあその鍵を、まあなくなってないからねその鍵は、だから可能性としてはその鍵をちょっと拝借して合鍵を作ってまた戻しておくとかね、可能性として最悪なパターン。ただ合鍵作ったとしたら、その普通に鍵開けて入ってくるだろうから、そんなゆっくりカチャって鍵穴とか回したりはしないだろうなって思ってでもウケるでしょその友達。私もまあまあなうっかりだけど、まあ、鍵かけ忘れたりとか、その電気をね自分では消してるつもりなんだけど消し忘れたりとかするけど、さすがに鍵穴に鍵を刺したまんま取り忘れてはいかない私そうだから、まあでもそれは大丈夫だと思うんだけど、うん、だから結局いろいろ思い当たること考えてみて、まあやっぱり思い当たることとしては、私が鍵をかけ忘れている時に入ったことがある人が今日も空いてるかもしれないなと思って、ちょっとドアノブ回してみたっていうのが、有力かなとは思ってるんだけどね今、うん、だから鍵は絶対にかけようって、かけ忘れないようにしようって今思ってるんだけど、ただねこれなんか私がだらしない人間で、あもう鍵なんていいよかけるのめんどくさいからそのままでいいやって言うんだったらさ、まだこう直しようがあるけど、自分で鍵をかけたとか鍵をかけること自体を忘れてしまうっていうなると、なんかこの忘れが激しい人間ってなかなかね自分じゃその忘れを気づけないんだよね。なんかうまく言葉にできないな、忘れ物を忘れないように注意するって結構難しいよね。注意できないから忘れるんだもんだって、そもそも忘れ物の多い人って。なんかちょっと言葉のゲシュタルト崩壊みたいになってるけど、うん、でもその鍵をかけ忘れないようにしようってね今もっか考えております。はい、うん、でもまあわかんないけどね。ほら前にさちょっと怖い話の最後に自分の体験談としてちょっと窓が勝手にバーンって閉まったんだみたいな話をさせてもらったことがあるんだけど、まあそういった感じでドアノブが今回も動いたみたいな、もしかしたら人じゃない可能性ももしかしたらあるかもしれないしね。もうそれはそれで嫌だけど、うん
はい、だからまあ結局何だったんだろうなってね思ったお話でした。はい、今回もねイケモン通信最後までねご清聴ありがとうございます。またね次の動画でお会いしましょう。バイバイ。